こんにちは、にです。今日は騎士流戦隊竜装者戦隊ヒーローシリーズ EX02 ティラミーゴ、こちらを見ていきたいと思います。スーパーソフィータイム。はい、本日の撮影は新しいカメラでの撮影になります。いかがでしょうか？いつもと違いはあるでしょうか？まあ音声はなんとも今の状態だとわからないんだけども、絵面としてはかなり明るく綺麗に撮れているんじゃないかなと思うんですよね。ただね、ちょっともう問題が発生しているというか、なんというか、あのオートフォーカスで今撮っているんですけども、モーターの駆動音がすごいのね。今特にピントをこう動かす感じになってないから、あの何も音は鳴ってないと思うんですけども、こいつを動かしてあのピントの位置を変えようとするとね、結構な音が鳴るんですよ。ちょっといきますよ。聞こえますね、ガガ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 って鳴るでしょ。結構音がでかいんだよね。だからマイクをつけてうまくやっていくしかないのかもしれないんだけども、ちょっとねこの辺が今新しい課題だなみたいな、なんかね気になっちゃって、うまく動画が撮れるかどうかわからないんだけども、マニュアルでいけばいいのかな。マニュアルでピントをねピタッと合わせて、こうそこから動かさないようにっていうか、そんなにね大きく動かさないようにやってみたいな形でちょっと今日は行くかもしれないです。うん。で、あの問題点はね、僕の目があんまりよろしくないっていうところで、この小さい画像でピントが合ってるかどうかの判断もなんかいまいちよくわかんないんだよね。なんか合ってないような感じに見えたりとかもしちゃうから、ちょっと今日の動画ピントがねこう甘かったりとか、すごいボケてたりとかするかもしれないんですけども、ちょっとそこら辺ご了承ください。で、まあ、今日ねティラミーゴの側尾なんですけども、この手の側尾はすごい久しぶりだよね。ニンニンジャーの時に忍び丸だっけ、お供人ね、あれ以来かな。まあジョージャーの時に野生解放バージョンとかちょっと変わったタイプのものも発売されたけども、そのいわゆるロボットになる系列のものが側尾化されるっていうのはすごい久しぶり でこれより前はね、実はまたまた恐竜なんですけども、はい、ガブティラが発売されてたんですよね。ちょっとガグガグやっぱうるせえな。うん。でこいつはねめちゃくちゃすごいよくできていて、パーツ分けとかも面白いし、頭のここのねトゲみたいなところね、これもあのゴムでっていうか、なんかこうムニュムニュした感じになっていて、あのすごいよくできてるんですよ。で一時あれかな、こうプラチナプレミア化みたいな感じになって高い時あったんですけども、最近は落ち着いてるんじゃないかな。そんなに高いお値段にはなってないと思うんですけども、恐竜じゃ好きな人とかね、あと側尾好きな人、ちょっとこのガブティラねすごくいいので触ってほしいですね。で、まあ今日はこれが主役じゃないからね、ティラミーゴなので、じゃあティラミーゴの方これからもっとじっくり見ていきましょう。タグはこのような感じで、戦隊ヒーローシリーズ EX02 ティラミーゴ、ここにレッドリューソールが載っております。お値段980円に消費税なので1000円ちょっとで購入しました。装備の全体像はこのような感じで、一周ぐるっと見ていくと、ぐる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 と赤い成形色に黒や銀の塗装ですね。塗装面そんなに多くはないんですけども、でも結構雰囲気掴んでいて悪くないんじゃないかな。前に戻っていきます。このずんぐりした形がすごいいいよね。で大きさの方はですね、デラックス版のティラミーゴに比べりゃそれは当然小さいんですけども、ミドルサイズというか、まあ、この手の騎士流シリーズと並べるとサイズ感がすごい合っていていいんですよね。まあ、素材が全然違うっていうところで、まあ、雰囲気若干ねこうズレはあるんですけども、でも並べた時のこのピタッとした感じ、これはすごく気持ちがいいですね。でウルトラ怪獣シリーズの怪獣側尾横に持ってくるとこんな感じで、まあそんなに違いはないかな。若干怪獣の方がちっちゃい気はしないでもないけども、うん、そこまで悪くないですね。で800円の時代のウルトラマンの側尾横に持ってくるとこんな感じで、ちょっと入りきらないと、これ
ピントがこうやっぱりね自動でいかないのは結構しんどいな。これで画角をねちょっと画角っていうか映る範囲を広げようと思ってこう下げると自分でまたピント合わせなきゃいけないんだよね。まあそういったところでちょっとまだいまいちこううまくできてないんだけども、うん、じゃあもうちょっと細かく見ていきましょう。はい、まずはお顔周り。お顔はかなり塗装されてますね。下顎の部分成形色ですけども、そこから上全部銀色の塗装になっていて、目が緑色かな。で歯の部分とかも全部銀色に塗装なんだけども、造形がかなり細かいので一本ずつね歯を塗装しているような感じにも見えなくもないですね。ここを墨入れしたらもっと立体感出るんじゃないかな。でピントがどうだ、大丈夫ですかね。回していくとだんだんぼやけていくので、手動でちょっとこうピント合う距離に持っていってもうちょい近づけると思うんだけども、これでこうか。お、うん、まあこんな感じで正面から見るとね箱型のお顔になっていて、この辺の感じすごいいいね。よいしょ、上の部分もこんな感じでトコトコとした造形になっていて、すごくかっこよく出来上がっております。で反対側、難しい。多分ね F 値を変えていって、被写体被写なんとか深度、もうちょい奥行きね持てる感じでピントを設定すればいいんだと思うんですけども、ちょっと今ねそうなってないみたいで、でもそうすると暗くなるんだよね。ちょっとまだいまいち使い方分かんなくてごめんなさい。ピント合ってるかな。でまあこのまま行きましょうか。はい、ボディの部分ね、肩のところからのランチャーであったりとか、ここのドリルとか造形されているんですけども、これはねやっぱりソフビでこう宙に浮かせたりっていうのは難しいので、ボディの部分と一体造形になるみたいな、そういった感じで、ドリルも、まあ、くっついてるような感じにはね作られているんだけども、まあ隙間が空いたりとかそういったことはないですね。手の部分もね、これもね本当はこうスッと抜けた感じにしたいところなんですけども、この隙間のところは埋まっているような感じで、うまくね塗装でこう手をね表現しているっていう感じですね。ガブティラの時は手はね別パーツで作られてるんですよ。ちょっと持ってくるとこんな感じでピント合うかな。これね別のパーツになってるから、ここでこう動かすことできるんですよね。でも今回はちょっとそこまではできてないっていう感じですね。はい、そして太ももの部分、ここはまあ塗装はねここの銀色だけなんですけども、しっかりとこのジョイントの部分とか造形されていて、何かくっつくわけじゃないんだけどもね、この辺すごい面白いですよね。そして足元、爪の部分が銀色に塗装されております、うん。まあ、全体的にちょっとこうムニュッとした感じになってるけど、これがなんかこうスーツっぽい感じにも見えて僕は好きですね。そして尻尾の部分、はい、メカニカルな感じな尻尾がかっこいいです。そしてこの辺のキャノン砲とかも宙には浮いてなくてね、こうソフビなのでこの辺と一体造形になっております。うん、作ろうと思えば作れるんですよ、別パーツにすれば。でもねそれをやっていくとどんどんコストがかかっていくので、まあねこの辺はそういう風に作る趣旨のものじゃないからね、これでいいと思うんですよね。真後ろ行ってからの反対側、はい、デザイン的には左右対称な感じなので特に違いはないですね。そして前に戻っていくと、いや効率はね、なんつったらいいんだろう、そのものすごく塗装がいいとかね、その造形がめちゃくちゃこういいとかっていうわけじゃないんだけども、全体的に一つの塊感っていうのが僕はすごいいいっていうか、そしてお顔の部分のここら辺でねこう全て持っていくって言ったらあれなんだけども、ここに集約するみたいな、そういった感じなんじゃないかなって気がするんですよね。裏側はこんな感じで結構シンプルで、そして足裏もこれといって造形は入っていなくて、まあそれぞれ刻印が入っております。
パーツの分かれ方は尻尾ボディ両足頭の 1,2,3,4,5 パーツ で尻尾の部分は接着されております。動かせるのは頭と両足ですね。足が動くのが結構でかくて、こうやって下に向けたりとか上に向けたりとか、あとねこういった感じでこう走ってるような感じとか、結構いろいろなポーズが決めれていいんじゃないかなと思います。はい、騎竜戦隊ユーソージャー戦隊ヒーローシリーズ EX02 ティラミーゴを見ていったんですけども、いかがだったでしょうか。いや、 やっぱり戦隊即位のこういったイレギュラーなラインナップいいよね。敵キャラクターであったりとかメカ系であったりとか、これからもいろいろ発売してほしいです。で、まあ、今回のティラミーゴ一番僕が気に入ったのはこの手に持った時の感触、このずんぐりむっくりした形がねすごく手に馴染むというか、なんていうか気持ちがいいんだよね。これは動画ではちょっと伝わりにくいので、気になる方はぜひ店頭で手に取って確認してほしいんですけども、こう持った時ほんとなんかねいい感じなんだよね。でそうですね、今日は初めてのねこう新しいカメラでの撮影で全然うまく撮れてない予感がするんですけども、これからいろいろちょっと頑張ってね改良していきたいと思いますので、もうちょっとねお待ちいただければと思います。いつぐらいうまく撮れるようになるのかわかんないんだけども、いろいろ調べてねやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。